さてさてさて、ではいよいよじゃあ4オーバースにじゃあどうやって組み込んでいくか、ちょっとやっていきましょうね。例えば1個目はじゃあレッスン25ですね。今のはここをね、最初は3連符っぽくこういう風に跳ねさせましたね。こっちからこう使うと別に跳ねさせなくても使えますよね。そのまま入れようとするとこれあんまり変ですよね。入れてみましょうか。ワン、ツー、スリー。硬すぎますよね。硬すぎるけど16部形に行くなんていうのかな、布石としては使えますよね。そんな感じですね。そう、まあこうやってちょっとね変えてあげると入れられるということです。さて次はラタマキュー、ラタマキューですね。ですね。さてこれですね、じゃあ行ってみましょう。ちょっと間違えちゃいましたけど、はい、今のですね、何だったのかっていうと、頭からやってんじゃないんです、これ。これを裏側、うんた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 に乗ってるんです。ワン、ツー、スリー、フォー、タッ、ラタッタッタ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 。こういうことです。ね。こういうことです。じゃあ、続けるのは難しいですから、じゃあこれを、言った通りに、慣用句とか、こういうのをつけてやってみましょうね。ね、いかようにもできますよね。うんぱらたた、うんぱらたた、うんぱ、あ、うんぱ、ワン、ツー、スリー、フォー、タ、ラタタタ、ラタタタ、ラ、ね、ラ、ラタタタ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 、ね、これにくっつけてあげればいいだけです。いきますね。ワン、ツー、ね、今のなんか分かりやすかったと思います。いろんなところに入れてあげればいいです。で、ただ単にうんらららら、らって言って裏で取ってるだけでこういう風なの入れられますね。次は、ドラッグパラリードですけど、これはそのままこれを入れる練習しましょうね。非常にいいフレーズなので、まずは続けてみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。
のままでも普通に使えますよね。まあ、ずっとやってたらおかしいですよ。あんまり動けないです。そしたら、例えば、こういうふうに移動させてもいいし、で、ずっとやってるっていうのはあんまり面白くないんですよね。なので、間に慣用句入れてもいいでしょ。だ適当にこういうのつなげられる練習をする。まずはフォーバスで練習してみて、それから8バスとか長くしてやって、もっといろんな入れ方をこう研究していくわけですね。で、最後4番目、最後じゃないですけど4番目、これはと5ストロークロールですね。まずは全部入れてみますか。ね、全部入れると面白くもなんともないでしょ。俺お客さんが聞いてたらただたかたかやってるだけなんですよね。これが16分音符だろうが3連符だろうがあんま変わんないんですよ。だから面白くなくなっちゃう。これもじゃあ3拍フレーズにしてみたりしたらいいんですよね。例えば3拍フレーズにしてみましょうか。普通にソロっぽくなるじゃないですか、ね、こういった感じ。今のはちょっと連続してますから難しいですよね。3拍フレーズとかだから難しくなっちゃいますけど、そういう風に応用していけばいいわけですね。例えばちょこっとずつ入れて、慣用句入れて、ちょこっとずつ入れて、安定したの入れて、戻っていけば。そんな難しくないでしょ？そう。そういうことなんですよ。伝わってるかな？心配になってきたな。じゃあ、どんどん行きましょう。今度はフランプタップですけど、フランプタップは、これ。ね。これもずーっと入れたら難しいので、よっ。切って何回入れてあげる。切って何回入れて空間を入れてあげる。ね。そういう風に入りますよね。フラムアクセントなんかはそうですけど、これはね、意外と、こういう風に考えるよりも、例えば、普通に3連符入れるんだったら、フラムをつけてあげるとか。あとは普通に3連符を入れるんだったら、裏から入ってあげると。ね。そういう考え方の方がいいです。ね。フラムアクセントをやろうとすると、うまくいかないです。こういうのはね、難しくなっちゃうんですね。そう考えると。なので、例えば普通に、3連符を基調としたフレーズで、単にフラムを入れる。ね。で、裏側にアクセントを入れたり。で、裏側から入ったり。っていうだけ。そういうような考え方で、あとは訓練の時にいろいろなところにアクセントを入れられたり、フラムを入れられたりような練習をするということなんですね。1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
んまりうまくいかなかったかもしれないですけど、最初からもう裏側ですよね。でフラム入れたり、まあ、そういう考え方で少しずつ簡単なのからやっていくっていうことですね。まあ、こんなんでこういうのがだから一番応用しづらいというか基礎力が試されるので結構大変なんですね。だから3連符にフラムをつけるっていう風になると、いろいろなルーディメントがこれから先いっぱい学んでいかなきゃいけないなというところに行くわけで、例えばパタフラフラとかね、さっきのフラマキューとか、フラマキューこれから出てきますけどね、そういうのとかね、やらなきゃいけないなっていうことになってくるわけですね。じゃあ次ロールですね。ロールはこれはただこれだけです。裏から入って裏から出てきましょうっていうだけです。普通の慣用句から裏から入って裏から出てけばいいです。裏から入らなくても裏から出てけばいいんですね。じゃあ行きますね。最後入り方はどっからでもいいんですけど、裏から出てったでしょ。ああいうことです。そういうことです。これはね、裏から入ることも大変なんですけど、大切なんですけど、それよりも裏から出てくようにこうねしていく感じです。最後にフラマキューですね。これはまあ普通にね3拍フレーズ、これがすごくスパイシーな感じ、失速した感をね出すときなんかね使うといいんです。3連符からこれを使って失速した感を出してみましょう。2回入れましたけど、こんな感じでも何でもいいです。失速した感を出すのに使ってあげれば、なんていうのかな、早い音符でやらなくても失速した8分音符でやってあげるとかね、そういう工夫で使えることになります。はい、どうだったでしょうか。まあ、適当に思いついたのをパッパパッパやってみただけなんで、そんなに考えられてないんですっていうか、考えてるようじゃダメですよね、あんまりね、こういうのっていうのは。だから4バースでやって8バースでやって、もっと長い音符でやって、いろいろくっつけてみるとかね、そういうふうなことをいろいろ応用してやってみると、4バースでもいろいろ使えるようになるという話でした。長くなっちゃいましたから、これ3回ぐらいに分けるようになるかもしれないですけどね。まあ要するにもっともっと練習は時間かかるものなんだということなんですね。でその一番最初がみんな要するにいろいろ紹介してるであろうものなんですけど、それをねどん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 やって、これが大前提で、それからこういじって、さらに工夫して、さらに工夫して入れるみたいな感じです。まあ慣れちゃえば全然そんなこと考えないんですけど、ね。まあこんな感じのあれでした。動画でした。もうね、中級からすると相当多分なんていうんですかね、レベルがちょっと超えちゃってるものだと思うんですね。まあでも、こういうことを練習していきますという話ですね。まあそんな感じです。フラム自体が難しいですからね。まあこんな感じです。お役に立てればと思います。はい、ありがとうございました。ドラム教室やってます。無料体験レッスンなど説明欄の方にリンク貼っときます。あともしよかったらチャンネル登録してください。ではまた。